お疲れ様です。では今日もね、舞姫大学の特別講義をやっていこうかと思います。今日はね、ポイントを3つぐらいに絞っていこうかと思います。ビジネスをする上で、どういうふうなね、心持ちをしていけばいいのかってことなんですけども、まずはね、何でもかんでも疑う人。これはね、やっぱりね、うん、疑ってかかることは大事なんですけども、まああんまり疑わない方がいいかなと思います。というのも、全部を信じて、そこで騙されて気づくっていうプロセスが私はいいと思うんですよ。 極端な話、全部信じるのか、全部疑うのかっていうふうに、このね、極論に行くと、全部信じてやった方が、その中のたまに出てきた本物にぶち当たる可能性があるんですよ。でも全部疑っちゃったらどうなりますか全てを受け入れずに、結局、疑うだけで終わってしまうんですよ。だから、程よく信じて、きちんと疑うってことをしようと思ったら、いくつかね、信じた結果、そうじゃないってことに、 えー、気づくっていうことその経験は大事だと思いますというところで第2段階入っていくんですけどもあのよくねネットビジネスでは簡単に儲かりますよっていうキャッチコピーがあるんですよだから私たちは興味を持つとも言えるでしょじゃあすごく難しくって儲けも少ないですよっていうキャッチコピーに私たちは注目しますかねしないと思うんですよだからキャッチコピーマーケティングメッセージとしては簡単に儲かりますよワンクリックで100万ですよっていうふうなメッセージはありがたいと思った方がいいんですよ で実際に本当にそんなに簡単に儲かるのかなとやってみたら簡単に儲からないでしょだから騙されたインチキだって言って離れるんじゃなくてそこであなるほどやっぱりビジネスってお金をいただくことって誰かがお財布を拾いでお金を開いてねお金を払うわけだからそんな簡単にはいかないよねじゃあどういうふうにやったら簡単にお金が儲かるっていうふうに感じれるように自分のスキルを高めていけるのかなっていうふうに思考の転換を図れればいいわけですよつまり気付くってことなんですよ 私も同じでね一瞬で稼ぎますよみたいなキャッチコピーがあったからこそネットビジネスの世界に入って本当かなと思ったらあのそんなに簡単に稼げないからじゃあどうやったら稼げるのかなっていうふうにきちんと学び出したわけですよできちんと学び出したら本当に稼げるようになったんでああなるほど自分でお店をやってね私は20店舗以上お店をやってきたんですけども店をやる方が難しいですよ店をやるってまずはねテナント借りないといけないその交渉ですらね一日じゃまとまんないですからねでそういう難しさがあるんですよ まず商売をする場所を確保するのだけだってお金もかかるしいろんな人のお世話もあるしそれから地元のやっかみとかねそれから挨拶回りとか公安の方に行ったりとか生活安全課の方に行ったりとかむちゃくちゃ手続き多いんですよ、うん、でもネットビジネスで自分の店を出す商品を販売するってむちゃくちゃ簡単でしょ今日中に販売はできますよねそういう意味で言うと簡単に儲かるってのはあながち嘘じゃないなっていうふうに本当の意味でね 何が簡単なのか何が難しいのかっていうことが分かるようになってくるっていうことなんですよ。でここまで考えていくともうやっぱりいろいろとね確かになと思えることが多いと思うんですけどいかがですかね。うん、だからね今となっては今私こういう風な暮らしをしてますけども、うん、確かにね同じ金額稼ぐのにでも会社勤めしている方が私は難しいと思いますね今はね、うん、会会社社勤めしていていもその会社がね。 潰れちゃったりするわけでしょビッグモーターじゃないですけどで、次の最初、3点目のね、気づきの提供ですけども、くれくれさんってのがいるんですよね。何でもかんでも自分本位でくれくれっていう人がいるんですよ。で、まずはそういう人をファンにしていきましょうっていうのが私の気持ちですね。あの、多くの人は、くれくれ成人にすれ、すら、くれくれ成人にすらね、くれくれって言われないわけですよ。だから、仮木も山の賑わいではないですけども、とりあえずいつでもね、 くちょうだい頂戴お願いしますっていう人をまず固めておくことそういうファンの中から気づかせていくっていう作業をするんですよああなるほどくれくれって自分たちは言ってたけども確かにくださる人の労力はあるよねだから「くださいちょうだい」頂戴ばっかりじゃなくってなんか恩返ししないとなっていうふうにね気づく人が少しずつ出てくるんですよで気づいてもらえるように与えながら考え方も提供しないといけないと思うんですよねで今回特別なノウハウをお分けしましたけども でもねこのノウハウはやっぱりお金を出して買ってきた時間をかけて構築したものなんでいつでもかつでもただでは出せませんよと今はただであげますけどもそのうち有料にしますよっていうふうにしていくといやこれほどの価値の高いものがただでもらえてるんだったら多少お金払ってもいいよねっていうふうな人が出てくるわけですよでそれがマーケティングの成功ってやつじゃないかなと思うんですよ駅前でティッシュ配ったってねじゃあもう一方的に損ですよねティッシュ配ってる方が。 でも、らうわけでですよ、ね、でもそういう人の中から、あ、ティッシュ便利だな。あれなんだこれはん美容院オープン ?980 円あ、安いじゃないみたいな感じで、自分本意であるがゆえに、そこには自分にとって得なメッセージが書いてあったら、そこに参加して、で、売り上げや利益に貢献する、ファンになるって形ができていくわけですよね。だから、最初は誰でもね、自分に、 対してて得な情報だから手に取るっていうのは私たちも一緒だと思うんですよそのうちにこんないい情報を届けてくださる人は誰なんだろうとこの人にいつか恩返ししたいよね会いに行きたいよねっていうふうにだんだんなっていくもんだと思うんですよだから私はくれくれさんはねあのまずは大歓迎でお迎えしようかなと思います人はみんな最初はくれくれなんですよねでもらってばかりじゃ悪いかなっていうふうにだんだん感じていくもしくは感じさせていくのがマーケティングかなというふうに感じるわけですよね はい、ということでね、今回はねあの、ビジネスに苦手意識を持ってる方にね、3つの視点で、あそういうふうに考えていけばいいんだっていうふうに分かっていただければと思いながらの動画でございました。お疲れ様です。